福島茂雄は、日本の弁護士、裁判官、富山弁護士会所属、自衛隊意見判決を初めて下した判事である、海軍兵学校、京都大学法学部出身。旧生富山中学を経て、1945年海軍兵、学校入学、306分隊に所属。終戦後、1953年京都大学法学部、卒業。 1959年、第11期司法収集終了。1969年、判事。1969年9月14日、札幌地方裁判所で、長沼内規訴訟を裁判長として担当していた、福島に対し、当時札幌地裁所長であった、平賀健太が、原告の申し立てを却下するよう示唆した書簡を渡す。1970年4月18日、 青年法律家協会所属を理由に、寄避申し立てを受ける。1970年10月19日、裁判官卒追委員会、平賀所管問題をめぐり、卒追請求されていた処分について、卒追猶予の決定。1973年9月7日、長沼内起訴訟一新判決で、自衛隊に違憲判決。以降、東京地方裁判所手形部、 福島家庭裁判所、福井家庭裁判所と移動したが、裁判長を務めることはなく、1989年8月31日に定年を前に退官。ありがとうございます。